る少女を見かけたなら声をかけてくれ。君が寒さに震えていたら一枚霧の肩掛け差し出すだろう。石のような心も温めちまう女さ。泣かしたことが昔あるんだ。風も叫んでたよ、ひどいやつだと。石のような心も温めちまう女さ。今でも髪は長いだろうか。君も友達なら確かめてくれ。はい、ボイスのライブでございましてね、今日は満場のお客様ありがとうございますね。椅子こんなに並んでますよね。はい、前ね、はい、12月入りましていかがですか皆さん、体調の方を崩されてませんか。ユーストリームのご覧の皆さんね、はい、私は、11月後半ぐらいにちょっとね、風邪みたいなものを引きまして、で微熱が続いておりましたね。微熱ですね、37度ぐらいのとこをずっと行ってるという。で喉がねちょっと行きましてね、今年の風邪はそんな感じでございますので ね、ちょっと微熱が1週間ほど続いたんですよ。で3日目ぐらいにこれはまずいと思って、病院行ったんですけどね、もしかしたら変な病気かななんて思ってね、はい、行ったんですけど大丈夫でした。はいはい、ということでございまして、皆さん注意してくださいね。1曲目はそばかすのある少女という曲でございまして、はい、今日はもうオリジナルカバー織り交ぜ黙ってやろうと思っております。はい、なんで今日は静かでしょね、静かにやろうかなと思ってるんですよ。はい、次の曲がちょっと大変な曲でございます、はい、ちょっとチューニングをしながらね。クリスマスですね。もう12月入ったらもうクリスマス OK でしょう、ね、早いですね。ちょっと前までハロウィンでね、なんかゾンビとか血まみれの看護婦とかいたんですけどね、
あれは毎回言うんですけど、どうもあれは僕はあまりいただけないんですね、USJ の影響なのか、ほんまに怖いんですよ。大通りだったらいいんですけども、なんか脇道の暗いところでいると本当に怖いんですよ、ね、ほんまに怪我してるんじゃないかと思っちゃったりするんです、おじさんはね、うん、まあまあこれからも来年ももっと派手になっていく、派手になっていくんでしょうかね、いつまにかね、ハロウィンは完全に仮装のイベントになってしまいましたけど、はい、それではクリスマスっぽい曲、これ題名ができてないんですけども、こんな曲をやろうと思います。あ、間違えました、カポータストがいりましたね、これでは低いんですよ、うん、そう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 、ゆっくり落ち着いていきましょうね。あのね、今宵僕は君の街に舞い降りて愛を届けるよ。そうさ、粉雪らめき鈴の音響かせて地上に降り立つ。君がいつも祈ってた幸せの形覚えているから、だから時を越えて今夜世界を駆け巡る。メリークリスマス for you。幼い頃に君は僕と出会って夢を信じたのさ。そうさ、パパとママもね、子供の頃待ちわびたベッドに潜んで、君がいつか僕のこと見えなくなっても夢は終わらないから、だから時を越えて今夜世界を駆け巡る。メリークリスマス for you。君がいつも祈ってた幸せの形覚えているから、だから時を越えて今夜
世界を駆け巡る。メリークリスマス for you。 ララ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 ラ。間違ってるよ、間違ってるよ。昨日出来立ての曲、これね、言い訳じゃないですけども、これ弾きながら歌詞歌うってほんま難しいですよ。まだ慣れないですね。このタッタンタタンタンと意識しながらこの歌詞を歌うというのは非常に難しいので、あと3回ぐらい本番でヘマやらかしたらちゃんと歌えるようになると思いますので、ね、クリスマスまでにはなんとかね、やるようにいたします。はい、しっとりしんみり始まっておりますね。今日はね、この後八木りんごさん、それから大石君とね、もう今をときめくアーティストさんが出てきますときめいてるかななんでこれ俺こんな落ち着いてるんやろちょっとよくわからんすけども、うん、お酒飲んでますよ相変わらずね。いいじゃないですかね、こういう時もね。はいはいはい、はい、ということでございまして、2曲、ただいま済みました。はい、次の曲をね、いきたいと思うんですけども、今日何しようかなっていろいろ考えまして、ちょっと曲の雰囲気が変わります。ちょっと真面目なことをね言っちゃったりしますんですけども、まだまだね世界中にはね、いろんな本当に貧困と戦争ね、なんかどこであったっけ、ソマリアじゃないや、どこやったっけ、マリちゃんだったっけ、子供たちが300万人のなんかね、そういう孤児というか、なんかもういつも犠牲になるのはね、下々のものなんですよ。特に子供さんがね、そうやって犠牲になっていきます、内戦とかそういうのでね。本当に日本なんだかんだ言ってもね、恵まれた国でございますよ。本当に一応保険もね、失業保険もう仕事なくなってもお金もらえたり、まあそれも悪用してる人もいるんですけど、まあまあまあね、だって本当に何もなくなっても交番行ってほんまにお腹減りました言ったら何か食べさせてくれると思うんですよ多分ほんまにもうじゃあダメですって言うたらね。だからその辺はすごいと思いますよ。本当に何でもないね、国自体が本当にそういう貧しい国であればね、え自分で生きていかなきゃと、なんかちょっとそんな感じのね、夕日の向こうという曲を聴いてください。夕日の向こう、大気よ
ただ彷徨うだけ。やがて闇が包む。やがて闇が包む。はい、なんか今日はもう派手な曲がない。はい、ということでございまして、はい、カズンと申します。エントリーナンバー今日は1番でございます。兵庫からやってまいりました。はい、次の曲またまた雰囲気がありますね。これやりたかったんです、最近ね。もう20数年前、いやもう30年近いですね。東京の方、池袋の方に6年ほどいましてね、今も池袋は変わらずなのかだいぶ変わったのか長いこと行ってないんですけども、それのね西口の方、池袋はね不思議なとこでね、こういう歌があります。おかしいなおかしいな池袋、西が東が西部で西東部っていうね、
そういうなんかあのビッグカメラの宣伝なのかな、なんかそのカメラ歌がございました。確かにね、なぜか、東口の方に西部があって、西口の方に東部があるという、まあ、そちらの西口の方に住んでおりました。西口の方から少しねずっと10分ほど歩くんですけど、西口の方はね色町というか、神戸でいう福原っぽいものが一角がございまして、お風呂屋さんがひしめいておりましてね、今でもどうなのかな、あるのかな。でずっと立教通り、立教大学あるんですよ、立教通りのとこのちょっと筋入った変な、下宿に住んでおりましてね、本当に最後あまりの値段の安さに日本人がいなくなったという、中国語と韓国しか聞こえなかったというね、共同トイレ、風呂なし共同トイレというところに住んでおりましてね、そんな感じで、まあ、中央沿線、それで、まあ、遊びに行くの新宿からちょっと東中野というののところにね、なぜか知らないけどジャズバーに入り浸っておりまして、ジャズできないんだけどなぜかジャズバーに入りも、中央沿線もね結構、いろいろいいですね、東中野中野ちょっと分かりません、次なんか荻窪とか、高円寺とかね、なんかで最終的にあっち の, あの吉祥寺とかね行くんですけど、ちょっとそんな感じで、中央線という曲が名曲がございまして、これも全くそんなに派手じゃないんですけど、なぜかねこの中央線がいいなっていう感じで、中央線僕を乗せて。
はい、ありがとうございました、もうちょいですね、はい、ではもうしんみりと終わって後に期待しましょうねじゃああと2曲でパッパッとやってね、終わります。はい、あ、今日、あ、まあいいか、やろう。何も言わず柔らかな日差しの中で寄り添っていたい。あの頃の僕らは無邪気で夢ばかり見てさ、小説のような生き方憧れ、それが僕らのすべて。繰り返す毎日は古い映画のエンドロール、見慣れた街も空もいつしか記憶の波間に漂い、全てはここに今そう、たどり着くためのステージ、悲しみも喜びもそう、All the time love so。毎日は古い映画のエンドロール、見慣れた街も空もいつしか記憶の波間に漂い、窓辺で二人、古いレコードの針がこぼれ落ちる音符たちは All the time love song、音符たちは All the time love song。 はい、ありがとうございました。それでは、最後の曲でございますね、久々に歌いますね、ドリーマーという曲を、やりたいと思います。はい、もうね、もう年取ってもなんて言っても何を言ってるんだ、夢持って頑張っていこうというそんな曲でございます。それでは、ガズ最後の曲でございます、ドリーマー、ありがとうございました。
風まとい流れる景色に彼方に続くフリーウェイ心のどこかで鎖が弾けて未来へと突き進む遠く失っていた記憶のかけら輝き始めるそうさ寂しさと諦めていたけど繰り返す日々さまようだけど
どうもこんばんは、八木りんごと申します。お伊勢さん帰りです。お伊勢さん帰りです。はい、神様のパワーをいただいて参りました。じゃあ全然関係ないですけど、恋の歌を歌います。なんてなんて聞いてください。ありがとうございます。イエーイ。
お伊勢さん帰りです。ヤギリンゴです。どうぞよろしくお願いします。マワリアンセって聞いたことあります？近鉄の、あ、はいはい、近鉄から出てるやつで、マワリアンセ、そう2泊3日で行ったんですけど、近鉄電車往復と、あと電車とか特急とか乗り放題で、向こう行ってからも乗り放題で、バスも乗り放題で、いろんな施設全部入り放題、書いてあるやつが、でめっちゃいろいろ行って9500円、だからほとんどそれで行き、マーリアンセマーリアンセで行けたという、すごい買ったですね。そうバス待つ時間とかそんなんはありますけど、でも何やろう、ありとあらゆる水族館に行ったりあと何やろう、エスパーニャーですか、いいね、初めて行ったんですけど、あのいい、あのそう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 、もうなんていうん、全然待たんでいいっていうね全く待たなくていい、乗り放題のもうなんか貸し切り状態で、そう楽しかったですね。なんかそのスペインのね、なんか街並みなんかがありながら、いやなかなか行けないでしょで結構入ろうと思ったら高いんですよね。そう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 、でなんか結構満喫の旅でしたがね。パエリア食べてないかい食べてないですね。そうですね、そうそうそう、で伊勢神宮もやっぱりすごい人で、色線なんとかでしたっけなんとかなんとかですごい人でしたけどすごいなんか新しい木が、木でできたところがいっぱいでなんていうんかな、その神様を祀るところが新しくなってるんですけど、すごい立派な柱とかでツルツルで、なんかねそれだけでありがたい気分になって帰ってまいりましたが、じゃあね拝んどいてください。じゃあ次の曲はこの神様から恩恵を受けた私が皆さんに癒しを与えようではないかということで、でも本当はね、あの皆さんのことをマッサージしてあげたいんですけど、はい、してあげたいんですけど、今日は自分でちょっとやってみてくださいということで、はい、ちょっとね、あの1年の終わりの月ということで、ね、1年の凝り固まったところをほぐしてあげてください。じゃあちょっと練習で、はい、はい、じゃあこっちが右手で左の肩を、せーの、トントントン、あ、いいですね。じゃあ左手で右の肩をトントントン、あ、そんな感じで自分をマッサージしてあげてください。じゃあアンマタイムという曲いきますそんな感じですね。肩をトン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 、イエイ、脳みそ支える肩をトン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 、自分で自分を癒そう、自分で自分を愛そう、イエイ、そんな感じでいきますよじゃあ腰いきますね。腰も痛くなりますよね。いきます。腰をトントントン、トントントン、上半身支える腰をトントントン、トントントン、自分で自分を癒そう、自分で自分を愛そう、イエイイエイヨーイエイじゃあ次、太ももいきます。もトン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 、よう歩いて
そうです。いろんなまだ凝ってるところがあると思います。最後自分の好きなところ癒してあげてください。好きなとこトン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 、頑張ってる肉体トン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 、自分で自分を癒そう、自分で自分を褒めよう、自分で自分を許そう、自分で自分を愛そう。ありがとうございます。ねえ、12月です。せ早ない、なんかもうほんまに何しとったやろこの1年って思いますね。ほんま12月、小学校の6年間とかほんま一生抜け出せへんか思うぐらい長かったのにね、もう一生小学校から出られへんのか思いよったんですけどね、もううんじゅうんさいな、もうなってきたら1年が早い、だんだん早くなるとは聞いてましたけど、こんなに早い、なんかほんまちょっと前になんかお雑煮とかね食べた気がするんですけどね、なんや覚えてるよね。でもなんかまあ皆さんにとって充実した年やったらいいなと思うんですけれどもね、まだ今月まだあるのでね、まだまだこれから楽しんでいきたいと思っておりますが、じゃあ次はですね、12月となれ言いますと、そうクリスマスとかなんか ルミナリエとかいろいろありますが、私は12月になったら思い出すのが、これまだちょっと悲しい話なんですけれども、ね、バンドのメンバーが昔バンドで雇ったんですよ。ちょっとねそのメンバーが亡くなったね、それがもうほんまにクリスマスの日に亡くなったんですよ。まだ42歳ぐらいだったんですけどね。そう、ほんでその人のことを思い出しますでね、ほんまにようのもしちゃったんすわ私の次にな、よう飲みに連れてってもらってねそう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 ですね。じゃあその人のことを思って歌います。南風聞いてください。ねえ、そこにいるんでしょう。
かるから、ああ私は今日も歌うよ、あんたも歌ってくれよ、ひらひらと蝶々が飛んできた、その辺で多分ねおると思いますね、うん、お伊勢さん前帰りヤギリンゴです、どうぞよろしくお願いします。神社とかお寺とか好きで結構ね、うん、行ったら落ち着くというか、うん、なんかね、神様っているんですかね、いるんでしょうね。とりあえずあんまよう知らないんで古事記を読んでみよう、漫画で読んでみようと思うんですけどまだねよく分かってないですけどね。そうそうそう、じゃあ次の曲はそうですね、まあ年末ジャンボが当たらんかなと思って作った歌を歌いますね。100億円ブルース聞いてください、聞いてください、
楽なシートでぶっ飛ばすんだ。でも私にはお金がない。ブツブツブツ欲はある。お金金金金が全然ない。あ、どっかに100億円を追ってないかな。イタリア、あ、イタリアに行きたい。おいしいパスタをいっぱい食べたいんだ。でも私にはお金がない。エステ、エステに行きたい。プロに任せてスリムになるんだ。でも私にはお金がない。よく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 はある。お金金金金が全然ない。あ、どっかに100億円を追ってないかな。英語が喋れるようになりたい。甲子園でライブがしたい。君のハートが欲しい。これはお金じゃ買えないか。だけどやっぱり買えるのか。100億円あったらできるのか。100億円ブルース。政治家無駄遣いするなら私に100億円ください。あ、イエー、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ね、そうですね。八木りんごと申します。どうぞよろしくお願いします。ヤギリンゴ100億円。なに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 、ありがとうございます。100円置いた。ありがとうございます。トミーズのネタみたいな。ありがとうだ。ワンちゃん。わいわい。でもあの赤福餅を買って帰ったんですけど、家にめちゃめちゃ喜んで、親がうちのお母さん、うちの倍ぐらい太ってるんですけど、そう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 、もう食い意地はすごい張ってて、そうですね。ほんで、昔からずっと聞いとったんが、お父さんと昔伊勢行った時に多分車で行ってたんだと思うんですけど、何？赤福をお母さんが食べたいって言ったけど、もう帰りに買おうって言って言うとったら、お父さんが違う道から帰って、赤福を買えない道から帰ったとか言って、それをずっと根に持ってて、この男は こんな男なんやとかってほんま100回ぐらい聞かされたんですけど、恨みがね、食べ物の恨みは怖いということで、そうで赤福餅を買って帰ったらすごいみんな喜んで、昨日の晩帰ってきたんですけど、今日の朝には1個になってて、どんだけ食べんねんっていうぐらい食べてたんだけどね。やっぱり幸せのお餅なんやな、神様がもたらしてくれた幸せのお餅なんやなと思いながら、では最後の曲いきます。赤福餅の歌ではないです。じゃあ最後ハイボールの音でしんみり終わりたいと思います。今日はありがとうございました。最後おいしい、おいしくん楽しんで帰ってください。
わからへんけど、ありがとうございました。ゆきりんごでした。そういえばと言いますか、日曜日に、今週日曜日にボイスでアニソンナイト、それが今年最後のライブになります。よろしくお願いします。Thank you.
足音が行き交ってる単純で同じリズム近づいてはまた去ってく太陽の隅っこに住む名前も知らない花見つけられてよかったな赤霊の独り言を聞いているこんにちは本日はいい日だなびく君の長い髪優しい気持ちに抱かれて眠りについた深い闇幸せになりたいなら正直者になればいい見えるものは鮮やか素晴らしいこんにちは本日はも覚えちゃいないそこに灯るイエローがほら僕を導いてくれるみたい言うまでもないけれど笑っていられたらいい日々はくだらなくて輝かしいこんにちは本日はこんにちは本日はいい日だララララララこんにちは本日はした持つ手が置いてゆく
なんとなく少しだけ笑ってる。知らず知らずのうちに操られてる黒幕に、過ぎゆく人を見ていたあの猫もあくびをひとつ、俊介と申します。今日はよろしくお願いします。なんか寝てました。ちょっと前まで寝てました。すいませんでした。そうなんですよ。もうずっとカズンさんリハしとる時から寝てたんですけど。もうずーっと寝てたんですけど。いや、聞こえてなかったから大丈夫です。びっくりしましたよ。なんか僕がおらんみたいな話になってたと思うんですけど、そうですよね。それで目覚めて、あ、これあかんわと謝りに行かなみたいな。いや、待ってただけなんですけどね、僕も。そういや、いつまでもなんか始まらんなみたいな思ったら僕待ちでした、ね、失礼しました。最後までごゆっくりお楽しみください。久々にあのカバーやろうと思います。ビートルズのイエスタデイという歌。Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me.Yesterday came suddenly. Why'd she had to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such anGame to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I longFor yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to
to hide away. Oh, I believe in yesterday. お酒大好きなんですけど、お酒大好きなの。酔っ払って結構終電とかで帰って、そのまま終点まで乗り過ごしちゃうってことを結構よくやるんですけど、僕。本当に。起きた途端に、まあ大体寝てるんですけど、起きた途端、あ、やってもうたみたいな、そういう、なんていうんですか、情けない歌を歌います。聞いてください、タクシー。「ハッとして飛び降りて振り返れば赤い信号が灯って」「これ以上どこにも連れて行っちゃくれない」「釣れないな線路はただ鈍く光ってる」「散々気を使って」疲れて帰りの電車に乗って気がつけば西明石に立ってるおっさん、お疲れさん、あなたは誰かの太陽になる。タクシー僕の家までお願い、みんなが待っているから。タクシー僕の家までお願い、話したいことがたくさんあるから。流れてゆく景色は僕の時間を巻き戻すよ。余計なことを言った、つまらんことをやった、あれでよかったのか、間違いはなかったか、よぎる苦味を噛みしめる、thank you.
飲みすぎに今気をつけましょう。タクシー渋滞でした。宣伝します、 CD 売ってます。えい、あ、今日出してないですけど CD 売ってます。あの13曲入り2000円の CD、 去年の3月に発売しました。フルアルバムで、あの一生懸命作ったんで、よかったら聴いてみてください。あとはもうそうですね、来週なんですけど12月の14日土曜日、僕企画のツーマンライブの第3弾があります。毎回毎回あの素敵なゲストをお呼びしてあのやってるイベントなんですけれども、まあ、これがまた、来月の、あ、今月ですね、12月14日土曜日にあります。神戸のラットというライブハウスで、8時スタートなんで、まあ、土曜日の8時、まあ、ゆっくりスタートなんで、よかったらぜひにお願いします。14日です、来週の土曜日です。はい。チャージが2000円で、1000円分のドリンク代込みという、ドリンクっていうか、まあ、飲食代込みっていう。このお店あのまかないが美味しいんですけど、そのまかないメニューをお客様にも振る舞わせていただくという、まあ、そういうイベントでございます。よろしければぜひお願いします。面白いのは間違いない。あ、ちなみに、今回のゲストは、大阪のアコースティック、ユニットですね、カーテンズという方、もう本当めっちゃ大好きなんですけど、弟がいるんですけど、もう兄弟ともども大好きですね。最高だと思います。ぜひにお願いします。まだあのご予約は全然足りてないのでもっといろんな人にこのイベントの楽しさをお伝えしたいと思ってます。もし暇やったらぜひお願いします。14日8時から神戸ラットというライブハウスで僕企画のツーマンライブやります。よろしくお願いします。じゃあ次の曲は、まあ、あのなんと言いますかね、シュールという歌を歌いたいんですけども、まあ、あの僕たちがこうやって生きてること自体が結構シュールなことだなと、まあ、思ってます。あのなんというかあの現実的でないというシュールっていうのは非現実的、そうですと思ってるんですけど思うんですけど、なんかなんでこう生まれてきたのか生きてるのかっていうのをなんかじっと考えると、まあ、こう毎日生きていること自体がすごい不思議に思うんですけれども、それは後で話しましょう。まあでもこう生きていくにつれ、まあ、あの毎日毎日同じことを繰り返す生活っていうのがやっぱり定着すると思うんですけども、まあ、繰り返しだからといってまあと言いますか、ドヨーンとせずに楽しんでいきましょうと、毎日この日はこの日しかないぞと、そういう歌です。シュールな日々を過ごしましょう、シュールという歌を歌います。一つ変わりゃしないヒーローは未だに活動休止、他人のことなんか考えちゃいけない、まずは我が身を守れって言うし、めんどくさい話をぼーっと聞いてレジスターは本日も過不足なく、真夜中の空をふっと仰いで見ればほら青い鳥が飛んでゆく、愚痴でも吐かないとやってられない、こんな世の中
中だから聞かせておくれよ。現実は遥か彼方、シュールな日々を過ごそう、シュールな日々を過ごそう、シュールな日々を過ごそう、シュールな日々おはよう、お疲れ様、ただいま。同じ言葉を繰り返し、日に日に小さく折りたたんできたものを今少しだけ開いてみる。夢なんて見なくたってどうってことないよ。毎日が夢みたいなものなのさ。冷たい風に負けちゃいけないよ。太陽はいつでもそこで待ってるのさ。アルコールでごまかしてなんとかやってる、そんなやつもいたっけ。忘れちゃいけないよ、全てはうまくゆくって、シュールな日々を過ごそう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 、もう一回、シュールな日々欲しいですが、次の曲で最後にさせていただきます。しょうがない。ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ぜひお願いします。ありがとうございました。大石俊介でした。最後、素敵な歌と歌を歌います。君の心に嫌な雲が雨を降らせている。そんな時は僕の傘に入っておいで。頭では分かっていても足がうまく動かない。ならば僕が君の手を引いてあげよう。もう眠ってしまった頃に始まりの始まり、二人だけの時間、あの月が落ちてしまう前に素敵な歌を歌ってもいいかい。僕だけを見てて欲しいから、君が好きだと歌うぜ、カッコつけて歌うぜ。君といる時間だけがやけに早く感じるのは、きっと誰かがいたずらしてだろう。さよならはまた会うための合言葉だとか、そんなことを
きしめていたいのさ。君を離さぬように丸あるもルールも必要ない、愛することに理由はいらない、君だけを見ていたい、カッコつけて歌うぜ。あの月が落ちてしまう前に素敵な歌を歌ってもいいかい。ルルルルルル、僕だけを見ててほしいから、盛大な拍手をお願いします。大石俊介でした。ありがとうございました。